サレド在任は、リュウと踊るダンセーズ・ウィズ・ザ・ドラゴンズは、アサイラボによる日本のライトノベル。イラストは、宮城、ザイン。ガガガ文庫より2008年5月から刊行されている。角川スニーカー文庫で2003年1月30日から2006年5月1日まで刊行されていた。サレド在任は、リュウと踊るシリーズの実質的なリメイク作品にあたる。セビオ氏においては、 サレの在人は、竜と踊るの表記のみだが、表紙には、大事の側に、ダンセズ・ウィズ・ザ・ドラゴンズと刻印されている。スニーカー文庫版特別するため、略称は、サレ・リュウ・ディ・ディ。1巻、2巻は、スニーカー文庫版の大筋はそのままに大幅に、過筆修正を行ったリメイク版であり、三巻、シルバードン・ゴールデン・ラスクから、完全書き下ろし長編が、登場、巻以降が、 スニーカー文庫編にないガガガ文庫オリジナルとなる。1巻から12巻までを第1部、14巻以降を第2部としている。ここでは主にガガガ文庫版にて初めて登場した、もしくは大きな役割を持った設定について解説する。その他の設定については、されど罪人は竜と踊る設定の項を参照。古き巨人、古き巨人は、 地層と同じ程度と言われるほど長明な種族で身長は15から18メルトル程度。軽金化物の体を持ち、鉱物や原油を食料としてアスファルトの排泄物を出す。体の表面は基本的に金属で覆われているが、体の内部は表面よりは頑丈ではない。その生態から化学系や電磁系の樹式に非常に優れる。 木のように見える感覚器官、軽炎山器官の数が多いほど強力な個体で、体の色と目の色によって18族118杯に分類される。また、古き巨人の子祖である18柱の巨神と、古き巨人の支配者である118帝が存在する。星を支える五頭の竜が作ったと伝えられる指輪、運命の輪とも言われる。はめられている宝玉は、 中央で上下に割れて、瞳のようになる。竜だけでなく古き巨人や、大災いつ式なども関わっており、ガユスの持つ赤の中海の瞳を見ては、様々な反応を示している。マジ内力干渉を防ぐ力や、マジ内力を増幅させる力があることがわかっている。第20巻現在の所有者は、以下の通り、虹の色になぞらえた七つだけが存在しているはずだが、 ダルセーノが生じする八つ目の瞳の存在によって、現在八つの存在が確認されている。エミュレリオの九十九の書。二百年前に、エミュレーディ家、第十三代当主エミュレリオ・エミュレーディが作らせた九十九冊の書。書は強力な異貌の者どもを拘束しているおりへと、繋がる扉となっており、異貌の者どもは即死さえしなければ、書に戻ることで復活できる。ヨーカーンが、 最大の八つを所有し、残りは、エミュレーディ家の後継者争いに利用されて、散逸している。最重要指名手配の29人。ギルリーンの逮捕、ザッハドの死亡、ベギンレームの尻尾の消滅認定により30人から27人まで減ったが、新しくクエロともう1名が追加された。ムービックより発売。音楽は、川本久志。 ドラマティック CD コレクションされど在任は、リュートを踊る、完全版1、2009年4月24日、メイシー -2800、ドラマティック CD コレクションされど在任は、リュートを踊る、完全版2、2009年5月27日、メイシー -2801 がガ,ガガ文庫と、声優事務所の81プロデュースが組んで、オーディオブックを提供していくこととなり、本作も、 配信の形で発売されている。されど在任は、竜と踊るのタイトルで、2018年4月より6月まで、TBS テレビのアニメリコ枠他にて放送された。アニメ制作のセブン・アークス・ピクチャーズにとっては、東京放送ホールディングスによる子会社化後、初の TBS テレビとの協業となる。当初は2017年10月から放送が予定されて、 いたが、同年9月22日、制作上の都合により、翌2018年4月からの放送とする延期が発表された。なお代替番組は、12秒でも恋がしたい。シリーズになった。角川スニーカー文庫からの遺跡の理由については、筆者孔を参照。AB、アニメ、されど罪人は、竜と踊るすぎたともかず。 石田明らキャスト9名の配役発表。コミックナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリー .mu スラッシュコミックスラッシュニューススラッシュ2705452018年2月21日閲覧。小学館ガガガ文庫がオーディオブック市場へ参入。小学館コミック。2019年7月7日閲覧。 オーディオ書の2021年4月20日のツイート、2021年5月4日、閲覧。オーディオブック第25弾公表配信中。小学館、ガガガ文庫。2021年4月27日閲覧。TBS ホールディングス、ナノハなど手掛けたアニメ製会社セブンアークスを子会社化。ネトラボ。IT メディア。2018年2月21日閲覧。 ABCDEF サレド罪人はリュウと踊る2017年10月より TB アニメ化アニメイトタイムズ2017年7月20日閲覧 TB アニメサレド罪人はリュウと踊る放送延期について TB アニメサレド罪人はリュウと踊る公式サイト TBS テレビ2017年9月22日閲覧 2017秋アニメ、されど罪人は、竜と踊る PV 公開。島崎信長さん、細谷義政さん、直筆サイン入り番線ポスタープレゼント。アニメートタイムズ。2017年8月11日閲覧。フリップサイド TV アニメ、されど罪人は、竜と踊る OP シングル、ディバインクリミナル5月16日発売。フリップサイドンブキュニバースセル。 エンターテイメントジャパンオフィシャルサイト2018年2月21日閲覧12シングルデカドンスデカダンスマイナス黒崎マインブキュニバーセルエンターテイメントジャパンオフィシャルサイト2018年2月21日閲覧放送情報 TV アニメされの罪人は竜と踊る公式サイト TBS テレビ 2018年2月21日へ閲覧。テレビ放送対象地域の出展。2018年4月に放送時期変更後、当初は4月8日から放送を開始する予定であったが、マスターズゴルフ中継により、現在の放送開始日となった。サレド在任は、竜と踊る。アニメ、特撮。TBSCS、TBS チャンネル。 2018年3月2日閲覧。BD&DVD。t v D、TV、アニメ。されど在任は、竜と踊る公式サイト。TBS テレビ。2018年4月6日閲覧。されど在任は、竜と踊るに関するカテゴリー。されど罪人は、竜と踊るリンブに関するカテゴリありがとうございます。